皆さんこんにちは、のっぽです。今回の動画は七輪が大好きな僕がずっと探していたこの黒七輪をようやく手に入れることができたので、それの紹介と、前にも七輪初心者の人に向けたこの動画でさらっと僕が使用している七輪と網について紹介しましたが、七輪初心者の人のための動画だったのでサイズや種類について説明できなかったので、今回は詳しく持っている七輪と網について紹介しますので、是非最後まで見ていってください。はい、ということで僕が欲しくて欲しくてたまらなかった七輪がこの高橋さんが作る黒七輪です。今回僕が購入した七輪はスタンダードな 27cm の黒七輪になります。なぜ切り出し七輪とか持っている僕がこの黒七輪を欲しかった理由について説明していきます。理由は2つあって、1つ目の理由は練り物七輪と切り出し七輪とは違う特殊な七輪だから、単純に使ってみたかったっていう理由ですね。2つ目の理由はすごくシンプルで、真っ黒な高級感のあるこの七輪と職人さんのこだわりが詰まったこの黒七輪が単純にかっこよかったから欲しかった理由です。ではこの黒七輪が特殊な七輪とはどういったものなのか説明します。以前この動画で練り物七輪と切り出し七輪の2種類の七輪があるって説明したんですけど、この七輪は練り物七輪ではあるんですけど、単純な練り物七輪ではなく二重構造の七輪になっているので、普通の七輪とはちょっと違います。普通の七輪は珪藻土だけで七輪の形にして販売してるんですけど、この七輪はまず外枠を瓦とかに使われているような粘土で植木鉢のように作って、その中に珪藻土で作った練り物七輪を入れて合体させて作ったものがこの黒七輪になります。身近なものでいうとタンブラーとか同じ構造ですね。この構造にすることによって珪藻土と瓦の間に空気の壁ができて保温力がアップするみたいです。あと珪藻土は水に弱いんですが、瓦は耐久性があって水に強いため、昔は漁師さんとかが海水とかかかるような現場でこの黒七輪を使用していたみたいです。今はカセットコンロとかあるためそんな状況はないですが、キャンプとかで地面が湿ったりしていても対応できるため、アウトドアに最適な七輪はこの黒七輪かもしれません。見た目はこんな感じ。この空気口も金具とかは使わずに瓦で作っているところが、とても職人さんのこだわりを感じてめちゃくちゃかっこいいです。中はごく一般的な七輪ですが、珪藻土の七輪の部分と外枠の瓦の部分をきれいにブレンドした土でつなぎ合わせているので、これが二重構造の七輪とは知らない人から見るとわからないぐらいきれいに作ってあります。このこだわりの詰まった黒七輪、全て手作業で作っているので時間と手間がかかるので大量生産ができないのも納得できますね。こういった理由からずっと欲しかったんですけど、なかなか手に入りませんでした。その理由は今黒七輪を作っているのは高橋さんという人だけで、1人で作っているため圧倒的に生産量が少ないため入手困難な状態です。さらに希少価値が高いと踏んで転売目的で買われる人もいるため、より一層買えない状況です。なので手に入れるのに相当苦労しました。この黒七輪の存在を知って興味が出てきた人もいると思うので、僕がどのように黒七輪を手に入れることができたかご紹介します。黒七輪を手に入れる方法は主に2つあって、僕も買わせてもらったエンケル道具店さんのサイトでネット購入するか、オークションとかフリマサイトで転売ヤーさんのを購入するか、この2つですね。エンケル道具店さんも入荷待ちの状態がずっと続いていて、入荷しても1分とかで完売になるため、なかなか入手しにくいと思います。もう一つの手であるオークションとか転売の人から買う方法もあるんですが、僕はあまり転売の人から購入するのはおすすめできないです。なぜかというと、一応七輪は割れ物なので、いくら未使用でも転売の人に七輪が渡ることによって配送が余分に1回挟むことになるので、配送中とか保管中にひびが入ったりする可能性が増えるので、僕はあんまりおすすめできないです。どうしても買いたいという人は、自己責任で購入してください。この黒七輪が転売の人じゃなくて使いたい人に届くのが理想ですが、なかなか厳しいので頑張って入手してみてください。あとちょっと別の話になるんですけど、この動画を見てこの黒七輪が欲しいと思っていると思うんですけど、黒七輪という名前で売られている七輪が2種類あって、普通の練り物七輪に黒の塗装をして黒いデザインの七輪を黒七輪として売っているものがあって、そのものとはこの黒七輪は別物で、この黒七輪は焼きの工程で黒色になったものですし、二重構造の黒七輪なので、そのデザインの黒七輪とは別物になるので、この黒七輪が欲しいのであれば間違えて購入しないように気をつけてください。僕も黒七輪をあまり詳しくない時に同じかなと思って間違えそうになったので、多分同じ考えをする人がいると思うので、ちゃんと確認して購入してください。黒の塗装をした七輪もとてもかっこいいと思うので、デザインだけ黒七輪が欲しいという方は是非そちらも買ってみてください。黒七輪の説明が終わったので、僕が普段使用している網について紹介していきます。僕の使っている網はこの新歩車の網で、高級焼肉屋さんとかで使われるような網です。七輪のサイズ的に合いそうだったので、試しに買って使ってみたらいい感じだったので、今でも使用しています。この網はステンレスでできていて、継ぎ目のない網で、かなり強度と耐久性があるので、ほぼ一生ものと言っていいぐらい歪んだりしないですね。その代わりに少し重いのと洗うのが面倒ではあります。網のデメリットとして、網が重いって言ったんですが、僕はこの重さがメリットにも感じていて、普通の軽い網を七輪に乗せた時に五徳や上置きを乗せていたら網が引っかかる部分が作られているので、網自体簡単にずれたりしないですが、五徳など使わない場合は引っかかる部分がないのでずれてしまう可能性が多いと思うんですけど、この網はもともと重いため引っかかる部分がなくても全然網が動かないので、僕はそこを気に入っています。次にこの網の種類について説明していきます。この網は2種類あって、フラットネットとスーパーネットという種類があります。フラットネットは焼くところが平らに近い状態の網です。スーパーネットは全体的に湾曲しているドーム型の網です。この2枚がフラットネットで、この1枚がスーパーネットです。僕のおすすめはフラットネットで、理由は七輪をやる上でいろんな食材を焼いたりする機会があると思うので、湾曲しすぎていると焼肉だけなら油が落ちやすくていいんですが、ウインナーとか転がってしまう可能性のある食材を焼く機会もあると思うので、フラットネットが一番おすすめですね。あとフラットネットといっても若干湾曲しているので、スーパーネットの要素も少し入っていると思うので、七輪でスーパーネットを使うことに僕はあまり魅力を感じないです。次にこの網のサイズなんですけど、僕は 28cm の網と 24cm の網と 20cm の網を持っています。ですが今公式では 28cm の網しか売っていなくて、この2種類の網は廃盤の形になるみたいなので、フリマアプリとかで売っていたら買えるんですけど、公式には買えないみたいです。網の購入方法は、僕は新歩社のホームページを見て個人に網を販売するような雰囲気を感じなかったので、フリマアプリでたまたま新品の網を出している人がいたので、そこで購入したんですけど、視聴者さんの情報によると、電話の問い合わせで個人でも着払いで網単品で販売してくれるみたいなので、欲しい方は問い合わせしてみてください。一応網の手入れ方法も気になる人がいると思うので、僕がどのように網を手入れしているかを軽くお話しします。七輪をやり終えた後、焦げとかが網とかにひっついていると思うので、それをできるだけ炭の状態になるまで焼き切ります。焼き切った後にこの網が収まるぐらいの桶を用意してもらって、そこに網が浸かるぐらいの熱湯を入れてもらって、その熱湯の中に重曹を入れて一晩重曹の水でつけ置きしてもらって、その後100均とかに売ってあるワイヤーブラシとかでゴシゴシこすれば簡単に落ちるので、僕はそうやって普段網の手入れをしています。次に僕の普段使用している七輪について紹介します。僕はこの丸和工業さんの七輪を使っていて、ここにあるのは全て切り出し七輪のものになります。これが使用頻度の高い七輪で、 28cm の浅顔七輪で、これに 28cm のフラットネットの網を乗せて使っています。次にこれは串七輪で、 32cm の七輪で、串が七輪に刺せて魚を焼ける七輪になります。これには 24cm のフラットネットの網を乗せて使っています。このミニ七輪は 17cm の浅顔七輪なんですが、メーカーがわからないです。これは主に土鍋とか置いてご飯とか炊くように使っています。最後にこの黒七輪に使用している網はこの24cm の網を僕は使用しています。 28cm の網でもいいと思うんですけど、この黒七輪は 27cm なので少しはみ出てしまうので、僕ははみ出るのが少し嫌なので、 24cm だったらはみ出ないので 24cm を使用しています。使う分には 28cm でも全然使えると思います。はい、ということで今回は黒七輪と僕の普段使用している七輪と網について説明したんですけど、前の動画でこの黒七輪を実際に使ってみたんですけど、かなり使用感も良くて、この七輪は見た目が本当にかっこよくて、テーブルに置くだけでそのテーブルがすごくおしゃれな雰囲気が出るので、使っていてかなりテンションが上がる七輪だと思います。あとやっぱり外側が耐久性のある瓦でできているので、家で使うのもいいんですが、アウトドアとか家以外の場所に持って行って使うのにかなり向いています。この黒七輪かなりいい七輪だと思うので、手に入れるのに苦労するとは思うんですけど、手に入れたらかなり愛着が湧いて、休日にバーベキューがしたくなる七輪だと思うので、ぜひ手に入れて七輪をしてみてください。僕もこれから大切に使用していこうと思います。僕は普段七輪を楽しんでいる動画を出していますので、ぜひそちらも見てみてください。チャンネル登録とコメントしてくれるとすごく嬉しいので、ぜひしてください。それではまた、バイバイ。